はい、どうも皆さん、こんにちは。ハチバチです。今回はね、ギターの動画です。はい。こちらはね、フェンダーのメキシコ製の新ラインですね。はい。72年タイプのものです。はい。メルカリでね、これちょっと前に買ったんですけど、ちょっとね、コンディション的に今一つなので、ちょっとね、メンテとか改良とかいろいろ知ってみたいなと思って、ビフォーアフターの動画をちょっと撮ろうかなと思っております。はい。そうね、内容としては、ピックアップをちょっと交換しようかなと。これちょっとは多分デフォルトのピックアップが載ってるので、これをクニフェがフェンダーから発売されてるので、クニフェに変えたいなと思うんですね。あとはね、ペグとネックの調整。ちょっとね、ちょっとペグがちょっと硬かったり、緩かったり、するので、ちょっとそれを調整して、あとね、ナットとナット交換、それからフレットのすり合わせ、それから伝送系のチェック。うん、あとネックがちょっとね、廃置きしてたり、ねじれたりしてないか、ちょっとその辺のチェックもね、もろもろ含めて、やっていきたいなと思います。はい。一度ね、対応していただけるお店に持って行ってみてもらって、まあ、その他必要な箇所が出てきたら、それはそれで、お願いしようかなと思ってます。あ、もちろんね、その金額次第的なところもあるんですけどもね。はい。まあ、現時点では、まあ、フレットがね、ちょっと、すり減ってるかなって感じなので、まあ、すり合わせでいけたらいけって、それでいいんですけど、まあ一応リフレットも視野に入れております。はい。まあ、生音だとこんな感じですね。はい。このね、F ホールが効いてるのか、非常になりますね。まあ、アコギとまではいかないですけど、結構やっぱりこう響く感じありますね。はい。一応音も出してみましょう。はい。アンプはね、この後ろにチラッと見えてる。フェンダーのブルースジュニアですね。はい。各ノブつまみがですね、トレブル、ミドル、ベースは6。ボリュームは4。マスターが3、リバーブが2ということで、さっき、調整してきました。はい。で、ちょっと、ボリュームを上げて。ちょっと音が大きい。すいません。で、まずコード弾きで、ピックアップ。はフロントですね。はい。まずコード弾きですね。はい。はい。次センター。はい。次リア。はい。こんな感じですね。ちなみに、このギターのピックアップセレクターは 3way でハーフトーンがありません。はい。まあちょっと聞いてもらったとわかるんですけど、まあリアは結構パキッとした音だと思うんですけど、フロントとセンターはあまり変わりないかな。もうちょっとやってみましょうか。これがフロントですね。で、センターが。センターはやっぱり若干明るい感じで、フロントはちょっとウォーミーというか、モコモコしてるとか、そんな感じですよね。次に単音弾きやってみましょうか。まぁ、ちょっとそのフロントでね。音を大きくして。これフロントですね。で、次センター。次、ディア。はい、こんな感じですかね。もうちょっとハイフレットポジションでしましょうか。これフロントですね。次センターリア。まあ、こんな感じの、感じですね。はい。今ちょっとアンプ直で、ペダルとかかませてないので、まあ、ちょっとこれを基準にね、ちょっとどうなるか、楽しみですね。はい。個人的にはね、クニフェに変えると、ちょっとどうなるかね、ちょっと楽しみですよね。はい。まあ、これを踏まえて、どう変わるのでしょうか。やっていきましょう。はい。あれから2ヶ月弱ですかね。無事戻ってまいりました。はい、こちらですね。はい。で、今回ね、作業の窓口になっていただいたのはですね、神奈川県相模原市にあるザ・アンプショップ西田製作所さんです。はい。
アンプの販売や、メンテがね、主な業務なんですけども、無理を言って、このギターの方もね、対応していただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。いつもありがとうございます。はい。で、お店とね、西田さんのところの YouTube の URL 概要欄に載せておくので、ご興味のある方ぜひご覧ください。はい。さてね、行っていただいた、作業内容ね、改めて整理したいと思います。まずですね、ピックアップ。これを、クニフェに、交換していただきましたね。それから、伝送系のチェックをしていただいて、コンデンサーのね、交換をしていただきました。はい。それから、ナットをね、牛骨のオイル漬けのものに交換しましたね。で、それから、フレットはですね、すり合わせではちょっと、いまいちな状況だったので、思い切ってリフレットすることにしました。はい、ステンレスのね、フレットに交換して、あと、芝生のね、メープルネックなんで、メープル芝なんで、芝をね、塗装していただきましたね。はい。あと、確かね、ネックの調整と、ペグのちょっとね、洗浄なんかもしていただいたと思うんですけど、ちょっと明細には載ってないんで、ちょっとサービスしてくれたのかな と思ってますけどね。はい。メープル指板のね、リフレットなので、作業代をね、合計すると、このギターがもう一本買えるぐらい、いってしまったんですけど、まぁ、ちょっとそれは仕方のないことでね。まあ、今回はこのがっつりね、全部一気にいろんなところをメンテ、それから修正したんですけども、まぁ、次からね、ちょこちょこ直してね、大事に使っていこうと思います。この個体ですね、もう 2.8 キロぐらいとすごい軽いんですよね。もうほんとね、扱いやすいので大事にしていきたいと思います。はい。で、さてね、気になる音なんですが、まず生音を聞いてみましょう。どうですかね？なんかすごいなってるっていうか、音が大きくなってる気がするんですけど、なんかもう、ほんとか、そもそもね、音の大きさがね、もう全然違うような気がするんですよね。まあ、ナット、それからフレットね。それから、まあ、弦もね、新しくしたんで、もう本当の聞いててね。聞いてて気持ちいいぐらいになりますよ、本当ね。で、今ね、アンプちょっと繋いでるんで、音出してみましょう。設定はね、前回と一緒にしてあります。はい。で、まず、音量ね。このぐらいかな。ちょっと大きいか。じゃあこれでまずコード弾きしてみましょう。はい、まず、フロントからですね。はい。はい、じゃあセンター。はい、そっからリアですね。はい、こんな感じですね。前回その、ピックアップを乗せ替える前と比べて、やっぱこうなんか音が、それぞれの、こう、フロントセンター、リアで、ちゃんと明確に分かるような気がしますね。はい。で、次ちょっと単音弾きやってみましょうかね。はい。これフロントですね。まあ弾きやすいことセンター、はい。はい、リア。いやー、いいですね。いかがですかね。なんかね、個人的には、なんか音が濃厚になった感じっていうんですかね。なんか下流の鶏ガラスープと、ちゃんとした地鶏の鶏ガラで取ったスープぐらい違うようなイメージですね。なんかこう音像がこうくっきりしたというか、なんか音の解像度が上がったっていう感じですかね。いやー、これ大満足ですよね。リアのこのパキパキ感ねえ。センターのこのカッティングとか、ちょっとボリューム絞って。もうちょっといかん。ねえ、フロント、この。なんかちょっとウォーミーな感じ。ちょっと音を聞くし。
ほど。これがクニフェなのね。いいですね。すごくいいですね。はい。で、ちょっとね、個人的にはちょっとフレットが少し当たるかなーっていう感じがするんですけど、もうちょいこのエッジのところを削ってもいいかなーって思いますね。はい。まあ、そんなに気になるほどじゃないので、まあ、この辺はちょっと様子見て、またね、調整していきたいと思います。はい。まあ、今、クニフェが乗ったね、新ライン、フェンダーのカスタムショップが出てるのかな ?35 万以上しますもんね、あれね、定価でね。なので、こういったこう、中古のね、フェンジャパとかメキシコを買って、まあ、クニフェ乗せ替えるだけでも、結構ありなんじゃないかなと思いますよね。まあ、塗装がね、ラッカーかポリウレタンとかその違いがあるので、まあ、その辺が好みによるところだと思うんですけれども、個人的にはね、こうね、メキシコ製なんですけど、フェンジャパとかメキシコの信頼はね、ありだと思いますね。あと、こう選ぶ際に、割と軽い固定を、ね、選ぶとね、結構ね、当たりの個体が多いので、個人的にはね、ちょっとそれを参考にしていただければなぁなんて思いますけど。まあ、その音の好みなんですけどね。まあね。はい。向かい欄の方に、この新ラインのね、中古とかいいのがあれば、あと、クニフェですかのピックアップをね、貼っておきますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。はい。今回は以上となります。ここまで動画を見ていただいて本当にありがとうございます。モチベーションアップのためにチャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると大変励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。